シアター・キノは、北海道札幌市中央区のたぬき工事商店街に、ある、ミニシアター。市民出資による NPO の映画館である。1986年にスタートした映像ギャラリー、イメージガレリオを前身に、1992年7月4日、南三条西6丁目の著映ビル2階に、オープンする。たった29席の、日本一小さな映画館として、 エンジェル・アット・マイ・テーブルを皮切りに、恋する惑星、トレイン・スポッティング、ブエノス・アイレス、萌えのスザクなど、多数のヒット作や仮作を上映したが、1998年4月24日に、現在の場所である南三条グランドビルに移転、ニスクリーン体制で、リニューアルオープンした。資本金は8000万円、企業も含めて、NPO の株主は410人である。 シアター機の運営委員会により運営され、専従スタッフは5人である。様々なジャンルの映画の上映が行われているが、大手の映画配給会社による配給がなされない映画が上映されている。白バラの祈りやカティンの森、クロッシングは、北海道ではシアター機のでの上映が最小となる。特別先行上映が行われて、 映画監督や出演した俳優の挨拶とトークショーが設けられていることもある。2000年7月より、木の映画講座が開講されていた。レギュラーコースが中心で、定員20人で、併設の木のカフェで、日曜日の夜に月2回のペースで、半年間という日程で行われていたが、2008年で終了。2009年には、ドキュメンタリー講座が開講されている。 63席の A 管と100席の B 管がある。日本電子工学者の35ミリ演写機を使用しているほか、DLP 上映にも対応している。音響については、A 管 B 管とも、デジタルサウンド CP-500D システム、JBL のステージスピーカー TS992 が3台、サブウーハー12トルコリラが2台、サイドと後ろのサラウンドスピーカーが8台。 それぞれ設置している。車椅子での鑑賞スペースを各館2席も設けている。南朝車用ヘッドホンを6台用意している。喫茶店の木のカフェがあり、木の映画講座の場所や各種交流会の会場となっている。ABC、ある映画館の軌跡。ウェブマガジン、カムイミンタラ。2013年8月9日閲覧。ありがとうございます。